811A 楽器本来の音がガーンと出る MM ジャムの S アンプ、 S アンプです。トランスがポイントですよ、はい、特徴としては 811A はまた送信管ですね。送信管です。送信管ですよね。送信管で、グリッド電流を流して静領域、グリッドバイアスプラス領域で使ってますね。イントラ反転ですよね。イントラ反転です。これ回路図見ると普通にここにあの何て言うんですか、グリッドリープ抵抗が入ってるじゃないですか。入らないのがインダースネージー、あのそうじゃなくてトランスがポイントですよ。でその前段、はいこんにちは、はい、こんにちは、ちょっとあの村上無線出張させるんですけど、村上無線でやってきました。あのなんかね、今日は一押し真空管アンプをマイケルさんに紹介していただけるということで、はい、これは三極化の、これは 6EM7 というのは見た感じ総三極化です、ね、総三極化です。 12AU7 とかそんなような感じの GT 管みたいな、うん、そうですね。ただ電流がね、これも30、うちの回路は 31mA ぐらい流れてるんですけど、結構流したいんですよね、電流をね。え、この玉で30秒流れてる、うん、え、1本、2本で30秒、5本で30秒なんです。だから12A17 だと もっと数ミリアンペアとか、うん、だよね、使い方的に怖いんで、で、ここでこの30ミリを流したいんですよ。この電流を流したいというのは何でかっていうと、ここで打ち消したいからですけど、グリッド電流が 111A で17ミリ、20ミリ、まあそれぐらい流れてる。グリッドどっちからどっちに流れます？こうですよね。こうってなんか見てる人にはわからないです。いや、そうですね。あので ここで電流をできるだけ流したいんで、それともう一つ、なぜ 6EM なのか。うん、これ普通だったら SRPP から接続して、ここに五極管かなんかで持ってくるパターンが多いんですよ、あの宍戸先生の回路、うん、どっちかっていうと。で 6EM7 の回路も、まあ、2バリエーションを宍戸先生も使ってるんですけど、これここを使いたいんですよ、コンデンサー。これない方がいいと皆さん言うんでしょうけど、これ楽しいんですよ、ここにコンデンサーがあったから。で調整する楽しみが、音が変わる、音が、なるほど。 SRPP だとカップリング、ここ SRPP でカップリングコンデンサー排除してつなぐパターンはすっきりしてるんですけど、うん、あの素直なんでしょうけど、これ癖が出るんですね。なるほど、コンデンサーの癖が出る。これその 0.1 マイクロを例えばその 0.01 にしたり 0.2 例えばそのこう F 特がどんどん変わっちゃうんで面白いです。変わっちゃうだけど、そういう変え方じゃなくて、例えばそのこれ調整するって言ったらオイルコンにしてみたり、なんとかコンにしてみたり、あ、そう、メーカー変えたり、メーカー変えたりっていうので音が変わるのが、なるほどね、あの素晴らしい。このあともう分かんないのが、これあれじゃないですか、直熱管ですよね。回路図で言うとこれって、ヒーターじゃなくてフィラメントか、直熱管とか、フィラメントと仮想度が一体型なんですよね、はい、これどういうことなんですか、これ真ん中からグランドに入れるっていう。あ、これは、うん、ハムバランス、ほうほうほう。でここであの実はこういうて VR ボリュームが入ってるんですよ、これ。はい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 。で中点位置を変えて、うん、でこのでヒーターに入るハム分を取るためにこういう回路を入れてますが、実はもういらないですね、これ。なぜ？もう DC 展開しちゃってるから。そうだよね、 DC でやってるから。もともと入ってくるあのハム分をもう取っ払ってるので、もうなくてもいいと思います。なるほど。ただあのまだまだこの DC 分で脈流が残ってる場合はこれでバランスを取ることでハムハムを抑えられます。そうか、これで今ファイナルで集団で 430V ですよね。この811A1 本で電流としてどのぐらい流れるんですか？100ミリぐらい。100ミリ流れるんだよ。まあまあ
まあまあなもんですよね、消費電力だけで、40ワットぐらいここで食うわけですよね。で、出力パワーとしては10ワット強ぐらい、今12ワットぐらい出てるのかな、12ワットぐらい、ちょっとあんまり正確に実測してないですけど、なるほど。あのあれですよね、このね、もう MM ジャズといえばイントラ反転のアンプの聖地ということで、はい、イントラ反転のアンプだから、はい、勝手に言ってますけど、いやでも前回ね紹介させていただいた、808アンプもあれもイントラ反転だったんですけど、 300B のアンプもありますよね、はい、でもなんかこういうでかいアンプの中に 300B のアンプがスッとこうやって置いてあるとなんか上品な感じですね、 300B の、うん、音も上品ですね、音も上品、いやでも一応ねオーディオファンとしてはね一つの頂点みたいなアンプがやはりやっぱウエスタンエレクトリックの 300B、 これはいいですよね、のアンプがあるんですよね。で実は私は YouTube でウエスタンの 300B と、なんだっけ、エレクトロハーモニクスの 300B の違いっていうのを挙げて、おそこの中では私の結論よくわからんって言ってるんですけどいやウエスタン、ウエスタン、ウエスタンとかそれなんか落としませんでした。いやいや、まあいいんですけど、あの最近のあれ 300B 皆さんいいんですよねなるほど、うん、すいません、私にはよくわかりません、はい、いや、マイケルさんがわかんなかったら普通の人はまずわかんないな。なるほど。いやでもあれですよね、その数あるね、このお店、まあ、村さんの制作されてたほとんどだと思うんですけど、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様です。いや、お客様が今お帰りになりました、ありがとうございました。で、引き続きですね、とにかくあれですよね、この店のアンプの中で、まあ、マイケルさん本人が聞き比べてもこのイントラ反転 81A、 これが完成度が高いと、音がいいというね、評価をされているというふうに。そうなんです。なんでかよくわからないですけどね。でもね、いろんなね、何人かこの店に集まるあるミュージシャンとかね、耳のすごい超えた人たちに聞いてもらって、この 81A の音の良さ、皆さんわかるみたいですね。全然違うですね。うん、やっぱりなんかその回路、電圧。やっぱりイントラ反転ですか、うん、で例えば 300B、まあ、オーソドックスな310A から、うん、300B につなぐ5曲が、うん、あれ3曲からですよね、というのは大変綺麗な音しますし、うん、からうちにはサクマンプの 4P5 の単管もありますし、あれもものすごくフラットないい特性のアンプですし、うんうん、それから実は805のちょっと大きい真空管、805のショックコイル接続っていうのがあって、うんうん、あれもグリッド電流流すタイプでやってるんですけど、うん、まあ割と綺麗な音っていうのかな、うん、でイントラ反転って、うん、なんだろう、感じとして決してそのハイファイではない。なるほど、単なるハイファイではないんですね。まあまあ、簡単に言うと注意機がついてるか、それでミュージシャン、特にうちライブハウスもやってるので、うん、ミュージシャンといろいろ話してるとライブ感が出る新曲だから、目の前でサックスやトランペットがとこう吹いてるような感じがよく出る、その雰囲気がよく出る、うん、まあ何せこのお店ね、スピーカーはね、JBL DD65000 というのがとんでもなく、まあ、いいスピーカーですよね。いいスピーカーを使われてて、それで、まあ、そういったアンプを聴き比べてどうも、いや、でも一押しっていうこの 81A イントラ反転アンプ、一番いい音が出てるんです。それは実は中域の出方が良いらしい。まあまあまあ、それもあるんですけど、それだけどうかわからないんですけど、でそのコンデンサーの影響がどれぐらいあるかもちょっとよくわからないんですが、でも間違いなくその中域の厚みが出るのはトランス結合だと思うんですけど、
これね、でイントロ反転の場合は特性がいい小型のトランスを、直流電流を心配しないで磁気砲を心配しないで使えるということで、このトランス結合の成果がそのライブ感というか中期の厚みがしっかり出て楽器本来の音がガーンと出るじゃないかと思ってます。はい、ぜひですね、MM ジャズにですね、このイントロ反転のね 811A、押しアンプですね、音を聞きに来ていただいてですね、今の村田さんの解説がですね、もう耳に自信のある方ぜひ来てほしいですね。はい、ハイファイというわけじゃないけど、もう存在感のある音がすると思いますね。300B のアンプもあるので、ね、聞き比べしたりすることもできます、ね、できます、はい、できますよ、ね、そういうことですね。今日は、MM ジャズ、一押しのねアンプ、81A インターステージ、なんだっけ、インターステージトランス反転ですね、インターステージイントロ反転で、はい、お願いします。イントロ反転回路ね、シシド先生の特許回路ですね、それを、はい、村田さんが自作したアンプ、これが、ナミール、この、群雄割拠のですね、この MM ジャズ真空管アンプの中のですね、ただいま一押しアンプという、もう言い訳するようですけど、決してハイファイではありませんので、ライブ感を求める方はぜひ聞きに来てください。そうなんですよ。やっぱりね、このトランス結合による中音域の厚みが出ているということ、この音をですね、ぜひ聞きに来てください。お願いします。ちょっとまあこれでね、YouTube でどのぐらい、伝わるかわかりませんが、ちょっとこの実際にこの、811A でイントロ反転のアンプの音を聞いてみてください。はい、お願いします。村田さん、本日はありがとうございました。マイケルさん、本日は MM ジャズお待ちしてます。MM ジャズお待ちしてます。はい。